だから中学時代のユニフォームを着た彼が立っている写真を見せられて、どういうことだろうとまず思ったらね。でこうやって非常にね強くまた熱望している子がいるから、去年も預かったんだから預かってやれよということ言われてね、それはないでしょうと。1年前、1年も経ってませんよね、話が来たのが9月かそれぐらいだったと思うんですよね。だから夏休みじゃなかったかな。お前も一回こっち見学に来たのは9月だよな、はい、だからもう8月頃ですよ、もう話が来て、そりゃないでしょうと。でこの間約束した通りね、そのあとはもう受けませんよと、ね、ただしなんていうかな、最初来た3人の子供たちが卒業して無事に卒業して、で彼たちが柳川高校に行ってよかったと、本当心の底から言ってくれるのが一つ と僕らも本当にその留学生の子供をね、その遠いところから来てくれた子供を預かってね、本当によかったなと、お互いに思えた時にはまた考えましょうと。ただしそのですから彼たちが卒業するまではダメですと、で分かったということで3人預かったわけです。それでリン君の写真を見せられたわけ。リン A2 高校3年の4月、寮を出てきたリン。取材班はリンの学生生活の一コマを撮影していた。いつもあれで一人で時々二人、三人とか近いもんね、はい、うん、今日はあれでしょ、学校は何時ぐらいまで。今日は12時ぐらいです。12時、12時前。今日何があんの。何かわからない。健康診断とか。あ、あれ2日か商用か、うん、国際側もあって。あ、今日はじゃあ何があるかっていうか。まだわからない。まだわからない、はい、あ、ほんと。この中には勉強道具入ってます。あ、勉強道具。はい。今日授業は。授業はまだないと思います。で、なんで勉強道具入ってる。あ、一応持っていきます。あ、一応ね、はい、今勉強って何をやってるわけ。今勉強まだです。あ、まだやってない、はい、で、その後は午後は練習。はい、練習やって、はい、で、その練習の前に食事とかみんなで行くでしょ、うん、学校の食堂。バラバラ。バラバラで、はい、あ、本当。で、いつもその家に電話するのは何時頃。あ、何曜日。日曜日です。ああ、日曜日、はい、あの寮の前の公衆電話で。はい、そうです。ああ、何分ぐらい。3分ぐらいです。あ、なんで週に1回なの。高いからです。3分ぐらいだと1000円ぐらい。はい。あ、1000円ぐらいか、はい、ああ、そっかそっか。現在でこそ日本語を流暢に話すリン。しかし留学当初、柳川高校在学中は随分言葉にも苦しんだようだ。授業の合間にノートを見せてもらうと、ぎっしりと日本語の練習の跡が見えた。日本人に混じっての授業、言葉を劣るが人柄の良さでクラスにも溶け込んでいった。果たして試験の結果はどうだったのだろうか。まあ、いろんな凛の家庭の事情だとか、ね、お父さんが亡くなったりね、いろいろあったんですよね。それで、まあ、そういう中で
できればこの子も1年目に来たかったんだけど、お父さんの病状も良くなかったし、そういうもので、出遅れてしまったんだと。で、亡くなられたお父さんも、自分の息子が日本でね、先に行った3人の子供と同じように思いっきり好きな野球をして、で日本語の勉強をしっかりやってくれることを非常に、望まれて亡くなっていかれたという話を聞いたもんですから、それで、じゃあ分かりましたと、預かりましょうという話で彼は預かるようになった。